の小倉麻子でございます。私たちの国の憲法は前文で平和主義と諸国との共和を謳い、そして9条で軍事力を全面放棄しております。そしてその理念に基づき、私たち日本人は中国に ODA によって国民の税金から長年にわたり援助を続けてきました。そして中国の経済力は日本をしのぐまでに成長しました。そしたら中国はその経済力で軍事力を増強し、今度は尖閣諸島と沖縄をよこせと要求してきました。憲法とは本来国家とそこに所属する国民を守るためのものですけれど、私たちの憲法は私たちを守ってはくれません。私たちを守るのは私たち国民一人一人の勇気、そして国民による国民のための憲法です。